愛する人のために。戦の招く絶望、楽しもうぜ。本田忠勝、井伊直虎、井伊直政、彼ら。あ、誰かいるみたいです。誰だ？貴様ら、義軍だな。本体にこのことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。語れ！先ほどとは違う軍勢のようで、またもや敵とみなされてしまったか。おそらく今のは先遣隊、直に本体が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。私たち敵じゃありません。なんでこんなことに。彼らの話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。陣地を越えている。されど今は先に進むことが肝要。どうした新入り。どうやら他の使い方もできそうです。すごいです。もうその武器を使いこなしているんですね。者ども突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。知略試させてもらおう。私が負けただと。我が軍に挑め。これも仕方あるまい。さらば。てめえ、前方に義軍が現れたとのこと。義軍は予想よりも早いな。さすがは義の先輩、侮れません。
私たちもすぐに出陣の準備。ギのせんべいだな。思ったより少ないが油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。これ尽くしてやったわ。いいんか、尊賢様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常だ。戦っていると互角か、それ以上観察している場合ではないの。我らはその尊賢殿に用がある。押し通るぞ。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。武軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思って彼らと遭遇しました。ですが魏の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。まあ派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないな。取るに足らぬ。なんて凛とした美人。じゃなくてすみません、押しております。あなたがこの軍の指揮を取っている方ですか？我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとでも？長官も惑う内容。見事なる働きを、その心意気あっぱれなり。こんな真似をしてすみません。でも私たちここがどこなのか聞きたいだけなんです。それはどういう意味です？ニクソン、もうよい。その者ら確かに義軍には見えぬ。話を聞こう。私は孫厨房、孫家の長として皆を率いている。うまくいっているようじゃ。戦場を混沌で染め上げ。